ヘルタミュラーは、ルーマニア出身のドイツ語作家。チャウシェスク政権下のルーマニアにおける困難な生活や、バナート地区のドイツ人の歴史、ソ連占領下ルーマニアのドイツ系民族迫害などを主題にした作品で知られる。2009年、ノーベル文学賞受賞。バナート地方に属するルーマニア西部のニツキドルーフに生まれる。ティミショアラ大学でドイツ学と、 ルーマニア文学を学んだ後金属工場で技術翻訳に携わるが共産体制下の秘密警察、セクリタテアへの協力を拒否したため職を追われた。その後幼稚園の代用教員やドイツ語の指教師をしながら生活し、1982年に短編集おどみによって作家としてデビューする。おどみは当時の多くの書物と同様検閲を受けたものであったが、後に 西ドイツで未検閲のものが発表されたく評価された。体制への批判が危険視されて1984年に一切の出版活動を禁じられ、1987年に文筆家の夫、リヒャルト・バーグナーと共に西ドイツに移住、大学講師をしながら作家活動を続けた。ヨーロッパ文学賞、国際インパック、ダブリン文学賞、ベルリン文学賞、 ノーベル文学賞などを受賞。現在はベルリン在住。2012年、バクゲンがノーベル文学賞を受賞したことについて、バクゲン氏は検閲を称賛しており、事与決定は破滅的だと批判した。ヘルタミュラーは2009年のノーベル文学賞を、国境喪失の風景を濃縮した、私的言語と事実に即した3文で描いたという理由で受賞した。 ヘルタミューラーの生まれたバナート地方は第一次世界大戦まではオーストリア帝国領であったが現在はルーマニア・ハンガリー・セルビアの3カ国に分断統治されている。ヘルタミューラーの家系は18世紀に入植しオーストリア帝国没落後も同地方のルーマニア領に残ったドイツ系ルーマニア人の一つであるバナートシュバーベン人である。このドイツ系住民は ルーマニアの統治下にあっても民族的強持を持ち純潔主義を貫き独自のドイツ方言を母としていた。しかし第二次世界大戦でルーマニアがドイツ側につき彼らはドイツ民族としての名誉挽回の名目でソビエト連邦侵略の先兵とされた。また戦争末期には連合国側についたルーマニア政府に黙認される中ソ連軍によって多くの若者が 強制収容所ラーゲリに強制連行されたりした。ヘルタ・ミューラーの父もドイツ軍の武装親衛隊に動員され、母もラーゲリ抑留経験者であった。戦後、ミューラーらドイツ系住民はナチスの影響からドイツ系民族のアイデンティティを主張することが難しくなった。故郷喪失の風景とは独裁によって故郷を追われたことと故郷に対する教示を持ち出すことが 歴史的事実によってはばかられること、この二つを指し示している。また戦後のルーマニアは、社会主義国家でありながら、西側諸国から積極的に技術や機械を取り入れた。しかしこのためにルーマニアは、対外債務を膨らませることとなる。この債務返済のためにルーマニアは、生活物資をも輸出に回す政策をとり、そのために、国内は、 一般市民に生活物資が十分に行き渡らなくなっていた。一方で特権階級者は食料品や贅沢品などをいくらでも手に入れることができていた。これに対する一般市民の批判はあったが政府はこれを秘密警察による監視によって抑圧していた。ミューラー自身も秘密警察への協力を断ったことで職場内からいじめを受けそれにより辞職に追い込まれる。 当時のルーマニアでは失業は犯罪とされ、ミュラーは代用教員などの職で身をつないでいた。こうした中で諸女作オドミを執筆している。出版当時のオドミは検閲によって内容はひどく改ざんされたものであったが、2年後にベルリンで再出版されたことで、ミュラーは西側で高い評価を受けることとなる。これによってミュラーは政府から危険視されながらも、 安易に命を奪えない存在となった。しかしミュラーに対する尋問や、家宅侵入、脅迫、執筆禁止などが相次ぎ、ついにミュラーは西ドイツへと出国した。爆ン氏へのノーベル文学賞は、大失敗、独女性作家。読売新聞。httpww. 読売 c o j p ワールド、ニュース、 20121125イト 1T00499HTM?from イコールトップ2012年11月25日閲覧。爆原誌への受賞、破滅的9年のノーベル賞受賞者。 47newshttp://www.47news.jp:/47to-pic:/e/236370.php2012 年11月25日閲覧。おどみさんおさむしゃ221ページ役者後書きより、ありがとうございます。